また、遅くなりました。おそらく3時を回っているかと思いますが、誰もいない。まあ、ですね、いつもツイキャスの、告知動画に使っている、海で演奏した即興演奏ですね、あれほぼなので、思い出すとどんなんだっけ、こんな感じだと思うんですよね。これおさらいすればまた弾けると思うんですけれど、そんなのをね、何年もう3年ぐらい前の演奏かな、そうだよね、ウクレレスケッチとか言って頻繁にあちこちで、即興で演奏してた時のあれだから、コロナ禍ですよ、2021年だ、両親をこっちに連れてきて、忙しかったな。ここに立ってみると、すげえ、さっきローソンに行って立ち寄ると、ものすごいやつで、こんなの生きてられっかよみたいな感じだったんだけど、こうやって海辺に来るとね、で木陰に来ると涼しいんだよね。そして、思ったほど、うるさくない。虫の声が、セミが。で思ったのさ、そのこれを弾いた時と同じ音がするって思って、この空間お同じ音だって、あの時と同じ場所は同じ音がするって思った。独り言何言ってんだろうね。いや、まあね、いつも2人3人のお方に見てもらってなんとかなっている僕なので、誰もいなければいないでしょう。あとあと、アーカイブとかで見るっていう、びっくりするよね、そのいっぱい、その時は全然視聴者がいなかったのに、なんかの表紙でバズって、なんかアーカイブたくさん見てくれる人が現れたりして誰かじゃないから、僕、もう、
いやもうね、なんかやるだけだよね。これ音声拾ってないというわけもないね。よし、最近なんだっけ、星占星術なん、特に僕のうちの奥さんが、いろいろと調べて、人のことをいろんな友達やらなんやら調べて、で僕も一通りなんか分かるようになって、
太陽星座、月星座で、僕は月星座、太陽星座がお羊座で、まあもうなんかとりあえずエネルギー使いたいみたいな、そういうのはあ分かる気がするみたいな、そういうたちだよね、いや行っちゃうよやっちゃうよねみたいな、でまあそうそう、リーダーとか言うけど、リーダーそれはただ一人で突っ走るだけで、なんだろうなみたいな、寂しいなみたいなことが多くて、僕の月星でもそこら辺の原因はね、月星座で、月星座はそれがないっていうことらしいんですけど、僕は月星座がヤギ座で、なんかやっぱやることなすことダメな印象はあるんですよ小さい頃から。すげえなんかよく見りゃそうだ、周りはついているみたいな感じで、なんか努力が足りないからかなとか、一生懸命努力しようみたいな感じだけど、努力の方向が間違ってるとか、なんかもう結局、あ、ジョーさんこんにちは、あ、どうもお一人ありがとうございます僕が最近先生術星占いにまあ奥さんがハマっていろいろと調べてくれて、僕もなんだっけ源泉図さん、その人なのかな、源泉図っていう元っていう字に専門の線に図鑑の図を書いたなんか YouTube チャンネルがあって、そこで32歳の男性が、ね、面白い一人語ってるというね、星について、そういう動画僕も面白くて見てるんですけれど、そしたら、僕は太陽星座がお羊座で、月星座がヤギ座で、ヤギ座がないというね、ヤギ座の才能がないっていう、才能があるという社会的成功を収めるためのヤギ座がないということが、でそれがどういうことなのかが分かって、なんかやろうとしてもできないんですよね。みんなすげえなって思ってたんだけど、そのスケジュール管理をするとか、やるべきことをやるっていうのが、やればいいのになんでやらないんだろうって自分で思ってたりするんですよ。あとね、もうちょっとこうやって誰も見ていない、ツイキャスをもうちょっとなんかやり続けるだけじゃなくて、もうちょっと見せ方とかあるでしょって、こういう野外でやるアイデアはアイデアじゃないんだよね、やりたいこうだよねっていうことをやってるっていうだけなんで、それが結果としてどうなるかっていうことなんだよね。そういう僕が、だからそういうなんかやることなすことをダメにしてしまう、星の元に生まれた僕が、なんかそうか、月星座がヤギで、それで反転すると蟹座で、優しいらしいんですよ、とにかく情緒的で優しくて、仲間をっていうか、すごく リラックスした星座らしいんですよね。それを才能がない代わりに、優しいらしいんですよ。ああそうか、だから僕はこんな30手前にこんな歌を作っちゃったのかっていう歌を、ちょっと昼間だけど夕暮れ時の感じで歌いたいので歌います。戻ろうかと僕の
沈んだ街はぐっと静まり返って、優しさ愛しさを包んで、旅人だった僕が、さあまた出かけるよって僕の肩を叩いているよ。旅に憧れた時もあれば、落ち着いた生活に憧れたこともあった。どこかへ行く人がいれば必ずそこにはいる人がいる。幸せを見つけ、生活を身につけて、やっと自分を受け入れて、本当は一体どこに行きたかったんだろうかな。成功してるかもしれないけど、あんまりそういうのって関係ないタイプなんだと思いました。でも、こうしてこうやって、これ本当誰も見てない0人のところでやってたら、本当途中で歌うのやめて帰ろうってなりますよね。ありがとうございます、ありがとうございます、見届けてくださりありがとうございます。限りの思い出持って
風に吹かれたり、今君を思ったり、今涙こらえたり、今涙こぼれたり、混沌としてトントン拍子で、かけがえのない架け橋になって、不幸にも幸せと思えなかった、拭いされない思いがそこにはあった、今たとえ一人ぼっちでも、今誰かを許せなくてもいいんだ、失くしたものが今ここにある、混沌としてトントン拍子で、かけがえのない片隅に立って、星が動いてた、命の限りで生きる星を眺めてた、かけがえのない架け橋になって、混沌としてトントン拍子で、かけがえのない片隅に立って、ありがとうございます。ありがとうございます。あ、坂井さん、都庁さん、いつもありがとうございます。救われております。はい、そうなんですよ。今も歌ってた、なんかね、知ら、別に占星術とか全然知らなかったし、何座とか。自分が何座とかもあんまり分かってなかったんだけどね、なんか、あ、そうかって、なんだっけ、今歌ってて、なんかずっとそれ、ずっと夜そこにいたら星が動いてたみたいな、自分で歌ってても歌わないと分かんない、星が動いてたって、あ、そういう星のことかってなんか、歌に深みが増しましたね多分まあいろいろと同じことなんだろうな、歌ってるうちに
歌ってるうちに、なんか、僕が行くとそうなるっていう世界観はお羊座だからなんのかななんて思う。そして、身内には優しくて、身内には優しいというよりでもリーダー気質じゃなく、なんつうんだろう、情緒深くて、かといって硬い、なんだろう、リラックスしないでいろいろとカッコつけるとダメみたいな星の元らしいです。だからなんかをカッコつけて整えようとして、なんかもう本当やっぱ抵抗あるもんね、そのなんかフレームに入れるっていうことが、まあだからそれはそういうものだよねって言っている僕の視点であるというだけであるのということは、僕はわわ騒いでいるみたいな感じで捉えてください。そんなバタフライウィンドで行こうと思います。幸せな出来事、本当にあった悲惨な出来事も、晴れ渡る空、降りしきる雨、朝も昼も夜も、春も夏も秋も冬も、大切なことを思い出させてくれる、教えてくれている、大切なことを思い出させてくれる、大事なことを教えてくれている、嫌われて嫌って憧れて裏切られて逃げて逃げられて追いかけられて追いかけて、心模様を眺めている君は誰？大切なことを思い出させてくれる。今この曲を、朝、
ドラム練習してます。はい、いや海です。海にいます。中津干潟という、干潟は世界じゃない日本有数の干潟らしいですよ。大きいんです。干潟だから、あの潮が満ちたらここは海になるんだけど、満ちていない時は、今はだから満ちていないっていうことですね。潮が引いた状態で、いい感じです。こっちはあの松林の木陰で、ちょっと風がボーボーいってるかなと思うんですけれど、申し訳ないです。おかげで涼しいです。この景色は海があって、向こうにコンビナートが見える。コンビナートっつっても中ね、なんかもうこうやって見ると小さいなって思うんだけど、こっちの方ね、見えてるわ、入ってるね、カメラに入って向こうの方にちょこっとね、なんかね、いろんなあのキリンみたいのがニョキッと出てるんですけど、あ、まあ小さいな。ちょっと 冬のお話なんで、おばあちゃんの思い出っていうのをあの、ね、弾き語りとともに弾いて語って、お話ししたお話 の写真をこの中津の海で撮りました。千葉じゃなかったっていうね。だからちょっと千葉、あの僕の故郷の千葉と似ているんです。海に出なかった、僕は千葉の花見川っていう川を登ってよく、印旛沼に行きました。よくっていうか少年の、小学生のなんか一人でどっか行くっていう挑戦をした時に印旛沼の方まで自転車走ったし、まあなんかね、印旛沼まで行きましたね。そこら辺の風景は、僕の、そっちの方に出身のピーズやらバンプオブチキンが歌ってますね。どこ行くんだろう夏の夜の明かり、冬の夕暮れ行くあてのない旅、電車に乗ってあの川を登る、柔らかい風ほのかな恋心、思い出の丘置き去りの約束、子供の笑う声の排気音、あの日と同じ太陽の角度が、また今年の夏の終わりを告げる。捨てられた車と
とひまわりと、どこにでもある小さな石ころと、どこ行くんだろう夏の夜の明かり、冬の夕暮れ行くあてのない旅、一人で歩くことを覚えてから、随分遠くまで来たんだな。自転車に乗ってあの川を登る、柔らかい風ほのかな恋心、自転車に乗ってあの橋を渡る、吹き抜ける風どこまでも青い空。ありがとうございます。いやありがとうございます。今歌ってて、そういえばうちの近所の、友達の、陶芸家さんの、陶芸カフェがあるんですけど、そこの息子さんが中学生になって、最近なんかこの大分の耶馬渓から、友達だけで、電車に乗って博多の町まで行って、ラーメンを食べに行ったっていうね話を聞いて、いいねって、青春だねっていう話を奥さんや友達と交えてしてたんですよね。友達と仲間と電車乗って、少年たちだけで、町まで行ってラーメンを食べるって、もうね、刻まれるよね人生のあれ、なんか思い出にって思っていいなって思ったけど、僕そうかって、そういう友達いなかったなって思って、それでもそれはそれで、それはそれでこういう歌の景色を眺めていたぞ僕ってね、仕方がないというか、そこら辺そんなんでこうやって友達がいない、そういうね、友達と一緒だからラーメン食べに行くだけでも楽しいよねっていうのはいいんだけど、そんな漫画を読みながら僕はね、ブルーハーツやら RC サクセションを聞いていたんだよね、って思った。だから届かない、栄光に向かって、昨日ちょっとな、学童で走って歌っててトレイントレインが歌いたくなったんだよな、歌ってみようかな。ちょっともうほんとね、弱い者たちがさ、もうなんかもう出来の悪い子がさ、ちょっと もうちょっと出来の悪い下級生にさ、なんかいつも自分が言われてる、なんとかしちゃダメってダメなんだよって、みんなにそうやっていじめられてるくせに、さらに弱い下級生に対してそう同じような態度を取るから、もう切なくて栄光に向かって走る、栄光に向かって走る、あの列車に乗っていこう。もう一回。栄光に
に向かって走る、あの列車に乗って行こう。裸足のままで飛び出して、あの列車に乗って行こう。弱い者たちが夕暮れ、さらに弱い者を叩く。その音が響き渡れば、ブルースは加速してゆく。見えない自由が欲しくて、見えない銃を撃ちまくる。本当の声を聞かせておくれよ。天国じゃないんだ、かといって地獄でもない。いいやつばかりじゃないけど、悪いやつばかりでもない。ロマンチックな星空にあなたを抱きしめていたい。南風に吹かれながら、シュールな夢を見ていたい。見えない自由が欲しくて、見えない銃を撃ちまくる。本当の声を聞かせておくれよ。トレイントレイン走ってゆけ、トレイントレインどこまでも。トレイントレイン走ってゆけ、トレイントレインどこまでも。ハーツは時々、なんか染み込んだ歌が口ずさみます。もうね、子供たちのにも出てるし、もう社会全体にも出てて、弱い者たちがさらに弱い者をたたく世界をね、なんかもうブルース加速させるしかないですかねって感じですね。うん、ね、諦めきれぬことがあるなら、諦めきれぬと諦める。あなたよあなたよ幸せになれね。
捕まってしまいそうで、流れに必死で捕まって生きている。小さな世界では大冒険をしてた。同じ星のもとに生まれた。大きな世界ではほんの些細な風が吹いた。何かが死んで生まれた。世界では喜びと悲しみがあった。誰になんと言われても本当さ。大きな世界では
計り知れない物語が君から始まっているんだ。ちっぽけな僕じゃ何も変えられやしないと少し君は投げやりになった。大きな世界では少しだけ風向きが変わった。君は気づいたかな。しいってコメントくれたのはトレイントレインかな。ありがとうございますね。トレイントレインのいい歌だ。そうですね。ブルーハーツがね、なんだ、現役の時代に、僕も思春期を迎え、そんで。同じ時代、もうちょっと後の時代なのかな、ね、あの坂本悟さんの歌を歌おうかなって思って、いつもあの、ね、坂井さんもジョーさんもあの好きだって言ってくれてる、あの僕の歌じゃないけど缶ビールを歌おうかなって、ね、なんか、うん、この人も、この人はあの、まあ、本当多分僕とは違う星です、当たり前だけど、メジャーデビューもして今もね、なんか青森の片田舎というか僕の父親の故郷の村に、住居を移しながらもなんかね、あの地元やら都会やら、まあ、北の方みたいですけど、ね、あのもうバリバリのミュージシャンで、ストイックなミュージシャンで、描いている歌も素晴らしく、周り の, あの友人知人のアーティストサポートミュージシャンとかも素晴らしく、もちろん機材の